韓国ガールズグループ21出身の歌手 BOM が、ダイエット後の近況を公開した。BOM は18日、SNS を通してスタイリストが、フォトショップでの加工をしなくてもとても美しいと言って撮ってくれた現場写真と11キロ減量したから、自信に満ち溢れ、コンディションもとても良くなった。早くカムバックしてファンの皆さんに会いたいと投稿した。これと共に公開された写真には、現場で撮影を行っている BOM の姿が収められている。ブラックのミニワンピースを着用した BOM は、長い足とほっそりしたスタイルで視線を集めている。これを前に BOM は去る4日ショックを受けてダイエットして、70キロから11キロ減量し、59キロになった年アット治療を受けながら服用した薬によってダイエットは本当に大変だったが、減量できてとても嬉しいと明かしていた。一方、BOM は現在カムバックを準備している。ユンホ、今日ニューアルバムの R でカムバック。ユンホ、セカンドミニアルバムの R のオンラインショーケースを開催。進行はチャンミン。N フライングキムジェヒョン、出演ドラマ君と世界が終わる日にが昨日初回を迎える。初回視聴率 8.4%。竹内涼真、中条あやみ、飯豊まりえ、大谷亮平らと共演。